どうもショッピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。そう、なかなか家で集中できないですよねだったり、ついついダラダラしてしまうんですよねっていう人多いと思います。で、僕もどうやったら家で集中できるようになるんですかっていう質問だったり DM を、まあ、定期的にありがたいことにいただいてます。で、その中で僕は五感集中テクニックって言って、その目と鼻と口と耳とその肌の部分を刺激しながら集中できる環境をデザインしていきましょうっていうことでシェアをさせてもらいました。とは言ってもこのおうち時間だったりとか彼女との同棲が始まって、それやりたいことに集中する、またその習慣っていうのがちょっと乱れつつあったので、でも僕がずっとこの5年間変わらずにやっていること、変わらずに発信していることっていうのは、好きなことだったり夢にフォーカスなんですよ。ポイント1つ目はミラーニューロン、2つ目はインタラプト、そして3つ目がモラトリアムっていうやつです。で、4つ目が影響の輪、そして5つ目が自分を許すっていうことです。これをやっていくとものすごく集中力がバーンと高まります。原理とか理屈を説明しようと思うと、ちょっと僕の語彙力では足らないぐらいブワーって長くなっちゃうんで、どういうことをやっているのかっていうところを今回は中心にお見せしたいと思います。ちょっと分かりやすく説明するためにカンペを用意しましたので、それをちょっとチラチラ見ながら説明させてもらいますね。で、まず一つ目のミラーニューロンっていうところなんですけど、ミラーニューロンっていうのはモノマネ細胞のことです。赤ちゃんがハイハイしている時から、なんで2本足で立って歩くようになるかって言われたら、周りの大人の人たちがみんな2本足で立ってるからなんですよ。でも周りの人たちが英語を喋ってたら、その赤ちゃんは英語を真似するようになるんですよ。っていうことで、モノマネ細胞、ミラーニューロンっていうのは僕たちの頭の中に入ってるわけですね。なので、このミラーニューロンの部分では、なるべくその付き合う相手だったりとか、あとは一緒に過ごす人たちっていうのをなるべく選んだ方がいいっていうことなんですよね。身軽なライフスタイルを送っている人で周りを固めていった方がいいのかなっていうふうに思ってます。でもショッピンさん、私の周りにはそういう身軽なライフスタイルを送っている人とか、ポジティブな感情の人がなかなかいないんですよね。どうすればいいですかっていう質問も結構いただくことがあります。ミラーニューロンは画面越しや音声からでも作動するっていうことが科学的にもう証明されてるんですよ。なので、なるべく YouTube を見たりとか音声を聞いたりすると、その人から影響を受けられますよっていうことなんです。なので、僕は定期的に将来こうなっていきたいっていうのを書いて、でそれを達成している人を、実現している人を、ネットで探して、で、あ、この人から影響を受けたいなっていうのをこうノートに書いていくんですよね。で、その人が発信している動画だったり音声があったら、それを聞き続ける、隙間時間があったら聞いていくっていうことをしています。続いて、インタラプトをなくすっていう話なんですけど、インタラプトは中断っていう意味です。そう、なので、何か作業をしているときに、それを中断しちゃうようなものっていうのをどんどん手放していく、防いでいくっていうことをやります。僕の場合は、まずスマホの通知は全オフにしています。本当に重要で緊急で大事な、今すぐナウな連絡って、ほぼないですよね。僕はスマホを持つ前、ガラケーを持ってましたけど、その時に、じいちゃんが倒れたから今すぐ病院に来てっていう電話はあって、で、その時に、ああ、持ってよかったなっていうのは思いました。でも本当それぐらいですし、本当に大事な連絡って、多分電話で来ると思うんですよ。なので、その他の通知機能っていうのはもうオフにしてても、問題はないと。いうことで、僕は他の通知はもう全オフにしてます。あとはちょっとこれマニアックなんですけど、銀行の口座を見ないとか、あとは、フォロワーの増減を見ないっていうこともやってます。やっぱりその銀行の口座を見ると、入金された入金されてないとか、売上が立った立たないとかっていうのはあるじゃないですか。グラフで上がった下がったの世界を見ると感情がめっちゃ乱れちゃうんで、もう僕はそういうのは見ないようにしてます。そういうのはなんか電車の移動中とか寝る前とかに見るようにしてます。ということなので、あなたのインタラプトは何ですかっていうのを、またノートにリストアップしてみると面白いかもしれません。例えば冷蔵庫に入っているお菓子がついつい気になってしまって、なんか無駄にこうお腹いっぱいなの冷蔵庫をガチャって開けてしまったりとか、あとは実家にあるテレビを家族が見ていて、そのテレビの音がちょっと漏れ聞こえちゃってインタラプトになっちゃうとか、あとは机の後ろのすぐのところにベッドがあって、ああ疲れたなと思ったらすぐに行けちゃうようなところ、っていうのもインタラプトに入ってくると思うんですよね。リストアップしたものを、じゃあどうやってそのインタラプトを手放せるか、ブロックできるかっていうのを考えてみてください。続いて3つ目、モラトリアムを残さないっていうことなんですけど、これどういうことかっていうと、一旦停止しているものだったり猶予期間があるものっていうのを残さないっていうことなんです。要するにやり残しを残さないっていうことですね。
例えば今日やりたいことがこうやってトゥードゥタスクとしてあるとします。でも心の奥底ではちょっと宅配ボックスに入っている不在のやつを取りに行かなきゃとか、ちょっと机の下掃除しないから掃除しなきゃとか、いろいろ頭の中ではやろうと思っていたけど一時停止しているものとかで結構埋め尽くされちゃってる状態なんですよ。他にも読みかけの本があるなだったり、完成してないパズルがあるなだったり、植物に水やってないなとか、いろいろこう思っていたんですけども、でもできていないもの、中断しているものがいっぱいあると、まるでこのパソコンのメモリーがいっぱいになっちゃうっていうぐらい、僕たちの頭もそのモラトリアムでいっぱいになっちゃうと、目の前のことに集中できなかったり、その集中が持続しなかったりっていう風になっちゃうんですよ。なのでこれをできるだけスッキリさせていきたいということなんです。じゃあまたここでワークなんですけども、ノートに未完成のもの、未解決のもの、未終了のものっていうのを全部ひたすらバーッとまたノートに書き出してみてください。でその上でこれはもう忘れるって決めたものに関してはもうきれいさっぱり忘れてください。もうこの本は読まなくていいやと思ったら、もうその本のことは一切考えないようにしてください。他にも今すぐできるなみたいなことがあったら、それを全部こなすっていうことをしてみてください。なので僕は食べ終わったらすぐお皿洗うんですけど、それはお皿の洗い残してるぞっていうそのモラトリアムを頭の中に残したくないんですよ。なので食べ終わったらすぐにお皿を洗ってっていうことをしています。で次4つ目なんですけど、影響の輪しか考えないっていうことです。僕たちには2つの生き方がありまして、関心のあることに意識を集中する生き方と、影響を与えられることに意識を集中する生き方っていうのが2つあるんですね。例えば今日天気いいけど曇んないかなとか雪降んないかなって思ってるのは関心のバーの部分ですね。環境を変えること、周りを変えることっていうのはできないんですけど、ただ自分を変えることだけはできる。むしろそれぐらいしかできないんじゃないですかねっていうことなので、またノートにですね、今あなたが抱えているフラストレーションだったりイライラだったり不安っていうのを書き出していきます。でその次に、じゃあ今から自分は何ができるのかなっていうものを考えていきます。そう、もちろんそれ考える価値あるっていうその不安もあるんですけど、とりあえずこの不安だったりイライラだったりフラストレーションを感じた時に、じゃあそれに対して自分だったら何ができるのかなっていうのをまたリストアップしていくっていうのもすごくいいと思います。この関心の輪、影響の輪に関してはちょっと自己啓発っぽくなっちゃいましたけども、次もさらに自己啓発っぽい話になります。で最後5つ目なんですけども、自分の全てを許すっていうことなんですよ。めっちゃなんか自己啓発というか、なんかそんな感じに聞こえて、うるさいなって思うかもしれないんですけども、これは本当に集中するためには大事なことなんですよ。そうで、これはちょっとある人のブログから引っ張ってきたものがありますので、ちょっとそれを読んでいきたいと思います。私は欠点だらけの人間です。例えば小さいことで怒る、嫉妬深い、プライドが高い、物忘れがひどい、外見に無頓着、軽いノリが苦手、時間にルーズ、約束を忘れる、漢字が書けない、人の話を聞かない、スケジュール管理ができない、本当にこの人大丈夫と思うぐらい人としては大事なことができていませんと。もしサラリーマンとして活動していたら確実に出来損ない社員というレッテルを貼られます。会社には遅刻するし、スーツはちゃんと着れないし、スケジュールは忘れるし、上司から言われたことは忘れるから当然ですと。サラリーマン失格だと思います。高校の頃、私は自分のこうした性格のことを恨んでいました。もっとちゃんとやらなきゃ、きっちりしなきゃ、嫉妬しちゃダメだ、小さいことで怒るなんて恥ずかしい、ずっと自分の感情や性格を変えようとしていました。こんな感情を抱いてはいけない、俺はこんな性格じゃない、もっと違う性格になろうと思っていました。そしていつも自分を毎日責めていました。欠点のない完全な人間になろうと思っていました。そしてその結果、自分のことを立派な人間として自分で自分のことを認めてあげることができませんでした。なので卑屈な人間になり、周りからバカにされていましたし、実際にバカだと思われていました。ですがそんな時に、情けなくなったっていいじゃないか、人間だものとか、そんな詩が目に留まりました。ずっと私は自分の性格や生まれ持ったものを変えようとして別の人間になろうとしていました。でも神様が与えてくれた私のカードの質はあまり変わらないのだと思います。そして自分の中では豚のようなカードを与えられたと思っていましたが、それでもいいんだと思うようになりました。小さなことで怒ってもいいし、嫉妬深くてもいい、プライドが高くてもいい、物忘れがひどくてもいい、外見に無頓着でもいい、軽いノリが苦手でもいい、時間にルーズでもいい、約束を忘れてもいい、漢字が書けなくてもいい、
人の話を聞けなくてもいい、スケジュール管理ができなくてもいい、短所があったとしてもそれを長所で補おうと考えるようになりました。小さなことで怒ってもいい、気持ちを素直に伝えることで相手に嫌な気持ちを抱いていない状態でずっと仲良くできる。嫉妬深くてもいい、ちゃんと相手に伝えることで深い関係を構築することができる。プライドが高くていい、それに見合うだけの努力をする。物忘れがひどくてもいい、忘れてしまったらそれを取り戻すための財力や人を雇える資産を持つ。外見に無頓着でもいい、外見が必要な時は美的センスの優れた友人や彼女に髪のセッティングやコーディネートをしてもらう。軽いノリが苦手でもいい、話が合う人とだけつるめばいい。時間にルーズでもいい、遅れてしまっても他のところで価値を与えて信頼関係を取り戻す。自分のことを認めてそれをやり続けた結果、私はサラリーマンじゃなくて自然と起業家として成功を収めていました。今まで負のものだと思っていたものが全てプラスに変わったのです。外見に頓着している時間がなかったり、スケジュール管理を行わないことがクリエイティブな仕事を生み、クオリティの高い時間をたくさん取る助けになりました。すべてのコインには裏と表があるように、私たちの性格にはいいも悪いもなく、コインの表と裏のようにいい面もあれば悪い面もあるのですと。私は負債だと思っていた時は与えられたカードの形を何とか無理やり変えようとしていました。そして泣きそうになるほど辛かったです。自分のことを自分で認めてあげられないのが一番辛いことだと思います。ギフトだとは思わないまでも受け入れて許し、私はこういう人間だから他人から批判されてもそれは仕方がないけど自分は許してあげよう、そう思って守ってあげられるようになってから、私が負債だと思っていたものは全てギフトに変わりました。そして世界の全てが変わりました。なので、たとえ人から責められたにしても自分のカードをあなただけは守って認めてあげてほしいのですと。はい、ということで、自分の力で結果を出している人のブログを読んだ時に僕はすごく気持ちが軽くなったんですよ。僕はやっぱ喋るのがすごくどもっちゃうし詰まっちゃう性格なんですね。でもまあそれでもいいんじゃないかと、うん、とりあえず喋ってるだけでいいじゃないか、もう顔出しができるその勇気があるんだからいいじゃないかみたいないうふうに思うようになってるとか、あとはちょっとついついその真面目になりすぎちゃうっていうのも僕の中ではすごく嫌だったんですよ。ユーモアがないっていうのがすごく自分の中では嫌だったんですよね。喋りのところで面白くできなかったとしても、まあ、ちょっとこうテロップを面白くしたりとか、あと BGM をちょっと楽しい雰囲気にしたりとかして、そこで補おうみたいな、うん、そういう感じで考え方がポジティブになったんですよね。で、これもいろいろ科学的に証明されていることなんですけど、いい感情をキープするスキルがある人は高い集中力を持っているっていうことなんです。大切なことだったり好きなことにフォーカスするためには常にいい感情でいることがとっても大事っていうことなんですね。でも僕たちの周りってなんかネガティブなニュースだったりネガティブな事件だったり、目の前の人がネガティブな感情の時ってあるじゃないですか。あとは僕たち自身が思うようにいかなかった時とか、そのちょっとしたことで簡単にネガティブな感情にブンってなっちゃうんですよ。僕自身もやっぱちょっとこう喋ってて噛んだら、その噛んだたびにああまた噛んじゃった、また取り直しかみたいな感じで、やっぱりちょっとネガティブな感情になっちゃったりもしますからね。なので僕たちって本当にすぐ簡単にネガティブな感情になっちゃう生き物だと思うんですよね。なので僕も必死にこうメントリをしてきましたし、まあいろいろやってきたんですけど、要するにそのいい感情をキープできると目の前のことだったりやりたいことに集中できて、どんどん人生が身軽になっていくっていうことなんですよね。まあ僕自身もそのやりたいことだったり好きなことだったり、これが使命だってバーンって言えることっていうのはまだね、ぼんやりしてるところもあるんですけども、でもその目の前に今できること、今やりたいことにフォーカスするってことはできるんで、そのためにいい感情を作っておくっていうのが本当に大事になってくるんですね。まあ今回ちょっと落ちどころみたいな感じで言うと、いい感情さえキープできればもう人生 OK ですと。まあ僕自身もじゃあ 100% できてますかって言われたらまだできてないところもあります。なので一緒に頑張っていきましょう。はい、今回もすごくカット割りが多かったんですけど、それはその分僕が噛み倒したということなんで、ちょっとまだ僕もどんどんスキルを上げていきたいと思います。はい、まあ噛んでもいいやって思うようにします。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。Thank you.